これで起動可能だな。あとは、おい、クエント、出番だぜ。通信記録はない。ならば別の手を尽くすのみ。楽勝か。端末の前だ、威勢がいいな。ジェシカちゃんの前とは大違いっと。グレインダー！なんだよ。代表に即時連絡です。こちら本部、オブライエンだ。どうした？こちらジャッカス、船の位置を捕捉、即時座標を転送します。よくやった、吉報に感謝する。さすがだな、一瞬で座標をつかむとは。いや、予定航路と経過時間から位置は計算できるが、それにはかなり時間がかかる。だからさすがだって。ではなくて、私はその計算をしていないのです。彼らもカノ船を捜索中だったようで。おい、一体何の話をしてるんだよ。つまりベルトロがベルトロのアジと逃げ出してベルトロの船を捜索って話か。トンチが必要ですね。どれが本物なのか、いや全てが偽なのか。だったら俺たちはどこの誰と戦ってるっつんだよ。まさしく、その正体こそ掛け合わせたパズルのピースなのです。こちらクリス、座標を確認した。近いわ、すぐ迎える距離よ。オブライエン、これから現場へ向かう。これまでのバイオハザードリベレーションズ。遅かったな、キース・クエント。まっくれるよりマシだろ。で、ベルトロは？いざ、地獄の底へ。こいつはセキュリティトークン。九段の墜落機から情報が拾えそうってことです。なんだ？何が来たの？代表、ジルとパーカーからの連絡は？海上からの捜索続行中だが、依然船の位置は不明だ。こちらジャック、船の位置を捕捉、即時座標を転送します。近いわ。こちらクリス、座標を確認した。どんどん増えていく。くそ。オブライエン、これから現場へ向かう。二人はどこに？わからない。ともかく捜索開始だ。考えている暇はない。しらみつぶしだ。また？
奴らが出るなら捕まえ、行方を聞くだけだ。無事でいろよ。こちらジャックス、状況を聞かせてください。ねえ、パーカーたちの居場所、目星とかつかないの？ジェシカちゃん、お任せを。船の現状況から動力システムに何らかの問題が生じていると推定。二人が心臓部のある船底に向かった降参は大きいかと。可能性はあるな。船底に急ごう。
りかかる火の粉は払うだけだ。だが、なぜ船内でバイオハザード？ジルとパーカーもここで化け物たちに襲われたのかもしれない。Thank you.
ベルトロはこの船のウイルスをばらまく気なので。だがなぜ船内でバイオハザードか。ジルとパーカーもここで化け物たちに襲われたのかもしれないわ。どう
絶対怒らせてやるわ。ここも空っぽね。どこへ消えた？ジル。